はい、こんにちは、くんです。ということで、このゲームやっていきます。ちょっとこのゲームですね、全然攻略がちょっとこれ以上進まないので、公式の掲示板みたいなので、このゲームを作った本人がですね、攻略してるんです。攻略の情報を載せてるんですよ。はい、唯一かもしれない。で、読みます。ゲームのプロセスは順調な話で 2,3 時間で終わります。おい、嘘をつけ。私は、攻略を閉じた子供に援助できます。俺閉じた子供なのか。俺たちが見てないのは、なんか17時にこの湖に行った後食堂に行けみたいな、多分だけど、ここでこのこれゲットするやん。これパンツゲット C の17時にこれでこうパンツ見せる、パンツ見せた後食堂行けって言ってる。嘘か。さすがに嘘は書いてないか。嘘でした。あ、ゲーム中期、あ、ゲーム中期は小さい小熊下着以外は必要ないらしい。どうやら2日目に持ち越し。嘘。その日に入手可能ってことか。じゃあ小さい小熊下着じゃ持っとくか。ちょっと待って、小さい小熊下着絶対いるってことじゃん。これだけは絶対持っとけって言ってる。これ小さい小熊下着だけは絶対に持ちなさいって。これと清涼ナプキンはいらないから、小熊下着と清涼ナプキン、マジコレクターアイテムだった説あるね。で、まずはここ行って熊さんパンツを渡してくださいと。で、熊さんパンツを渡す。でも男からパンツ、しかも付き合ってもない男からパンツプレゼントされて、しかもこの熊さんパンツ、しかも寮に落ちてたやつをプレゼントして、こんな満面の笑みを浮かべてくれる女の子とかっていないと思うけどな。で、10時から11時に、多分ここで輪ゴムゲットできるから、輪ゴム持っていかなくていいって話なんだ、多分。この9時から10時の間に。こいつは無視。で、ここで、この輪ゴムイベントを起こします。で、他の人と話さないように睡眠をします。で、これをやった後、なんだ、11時から12時に教室建造物の恨んだ王の死に到達して、再び15時から16時に到着する。必要であれば尖閣者セリフを言う。かの借りた金はもしすでに知っていれば11時から12時、建造物は始めはすぐに、だそうです。ちょっと待って。ここわかんない。最後の方わかんない。え？ 16 時に食堂に行けばいいのか。15時から16時に食堂に行けだって。食堂。これがなんで解除されないかというと、白か。要は神様だよね、あの神様が決戦していることを知っていること。そして何女か、何かをね、知ってなきゃいけないらしいんだけど、ちょっと一つ知ってないものがあったね、項目として。あ、すでに知っているなら、金がないのをすでに知ってるから、11時から12時から開始。これ順番が逆に書いてあるな。ちょっと待ってください。ちょっと明日行きます。これ嘘で、さっきの嘘で、多分嘘で、これを渡す。で、で、10時から11時に、ここ行く。そしたら、11時から12時に、学童、共学棟に行く。は。OK。OK、共学棟に行く。多分このイベントを起こす。で、これね、後に書いてあったんだよ。なんか14時から15時にこの湖行きましょうって、の後になぜか11時から12時はここ行ってねみたいなの書いてあって、ちょっとごめん、理解に苦しむ感じかも。で、食堂行けと。陰キャがなんか食ってる。お前ベジタリアンなんだろ今日。金がないっつうのか。お、なんか来た。なんかたくさん人がいるな。
人が食うものか。何か買って食えよ。あ、喧嘩になってる。金返せよ。あー、なるほど、なるほど。こいつ金がないから。あ、なんか金くれるって言ってる、こいつが。バカにしてんのか。バカにしてねえよ。聞いてくれ、今すっかりハードぶったたいてくれ。殴ってくれたっけ。お前バカか。殴れって。分かった、ありがとう。どうもいたしまして。なるほど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 。今まで見てないイベントありましたね。でこれで次が医師とを救え、16時から17時に郊外に行け、だそうです。行きます。あ、これ医師となの、殴られてんの。陰キャじゃないの。医師とか、そういえばなんかついてるな。これ助けれんのこれ。あ、な、助けれるらしい。医師と、え、どうやって助けんの。何をやってんだ、やめろ。なんつった、お前関係ねえだろ、どっか行け。あ、お前来んの。あ、仲間たちが。あ、助走した。あいつが、な、仲間たちが集まってきた。感動の展開じゃんこれ。あ、サオサオ、あ、誰、あなたたちが誰でも私の弟をいじめること、いじめないで。お前誰だ。アビルレッチの、今日はあなたに私が誰か教えてやる。殴ってない。何かの間違いだっつって逃げてった。ウリコってのがバレたんだな。メニーチャレンジハん、あ、大学にはいろんなやつがいるなみたいな、助走してるような。誰も俺たちを倒せないよ。 But I have no culture. Just say、 なんつった、ごめん、ちょっとわかんない。どっか行け、どっか行け。あ、サオさんもどっか行っちゃうの。あ、イシト大丈夫か、イシト。くそ、多分死んでる。あー、なるほど。で次が17時から18時、これ、もうほんとこれさ、ほんとこれ、マジでこれ、攻略見なかったら不可能だよ、マジで。遊び場を目指せ、だって。多分これ、操縦のことだろ。大丈夫か、石と。これ、不安って言うんだ。今日はありがとな。どうもいたしまして。お前、クラスメートだからな。そうだな。俺クラスメートだ。
真有事ちょっと助けて手伝ってほしいことがあるんだけど什么事情啊你说どうしたの这事咋说其实そんな大したことじゃないんだけど有没有啥大事就是那个你看能不能あうん、ウリコウリコとちょっと呼んできてくれねみたいなバダルあー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 ねあーはいはいあいいよいいよ全然サオス何サオサオに聞いてからでもいいいいよいいよってまた運動場で会うのでいい、うん、まあまあ言っとくよみたいなあーサオサオを探しとくってええで次が食堂こんなん無理よこんな攻略で次食堂かおいなのえー、あもしかしてこれが石とか石とどんどんなんかこうせちょっと一緒に来てよ疲れたんだよねああ急ごうって分かったもう行くよ遅れるなよ分かった分かったで次がもう一回ここに行くとめっちゃ疲れたぞ。ああ。ああ。行かないで行かないでって。話して。話を聞いてくれ。決め。めっちゃ好きって言ってる。お前が男でも気にしないよちょっとまずちょ落ち着いてっていいじゃん思うんだけど人生短いから何でもやってみるもんよって日本人と同じだ なんかこういうところはなんか誰でも一緒だよ一緒に会ってやりな人生短いから何でもやってみよう ちゃんと優しくするから信じて何その渋った顔してんだよファンファンあはい、うん、いいと思うよ那就试一试吧，知道，你可一定要对我好哦。放心吧，瓜子儿。優しくしてねだって。芊芊。啊？你要干嘛？我有话跟你说。お前に言うことがあるんだけど。え？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 舐める具四季漂白。なお男四季代表白。なんか告白みたいな感じかな。ちょっと書いてないですね。おい、ちょっと待って、ここまで来てなんか謎の選択肢登場か。なんかこれはまずい気がする。これはなんか、俺も男好きだわみたいな感じの発言な気がする。舐める具、色、漂白。こっちで。I don't know how to express my feeling for you. お前への気持ちを表すことはできないけど。なんか夜なんとかってなんか めっちゃ濃くってる I have asked many times what I really like about you お前のことを何度も聞いたけど俺のハートがなんかうなってるぜみたいなこと言ってる You have to say that to me that day だからお前のおかげだわまあ要はセックスしたいっつってんのセックスしたいとにかくお前いいやつだから顔いいしセックスしたい一回だけでいいから一回やらせて突然だけどいやいやすぐセックスしようあなんだ来たもう早く
我换个不好。お前の元カノだろ？すげえ進めてるぞ。人生短い。那处对象不掉块肉啥的，忙个啥啥呀？试试呗。やってみな。姐，你就试试呗，不换人挺好的。再说了，你俩这处上之后，一緒だったらなんか嬉しいよねみたいな。我管他叫姐夫。啊，なるほど。我叫哥。那个。肚子好痛啊。啊。怎么了？え、生理痛？好像来大姨。え？え、ちょっと待って、あーこれ待って、生理用ナプキン、あー生理用ナプキンだったかも。これ生理用ナプキンだったんじゃね。え、ちょっと待って、これ生理用ナプキンあったらクリアできたんじゃね。ここでナプキンか。全員が告白するために集まった次のステップで19時か。うわ、生理用ナプキン持ってかなきゃダメだったらしい。うわー、生理用ナプキンかー。うわぁ。オッケーオッケー。生理用ナプキン持ちこそう。最後の最後に生理用ナプキンか。やられたなぁ。ただ、ここからはもう楽だ。ちょっと待って。好痛啊。え、你怎么了？待って待って。好像来大姨妈了。不行，我得回趟寝室。等一下。我这儿有，给你。啊，かっこいい。怎么会有这个东西？めっちゃかっこいいじゃん。すげえ。女の子が生理痛ってなったら、ほら、使えよ。かっこいい。紳士や。好像来大姨妈了。不行，我得回趟寝室。等一下。我这儿有。大丈夫だよ。ほら、ナプキンだ。怎么会有这个东西？お前なんでこれ持ってんの？有备无患。用意してたんだよ。可不可以跟我交往啊？俺に聞くな。既然大家都这么……なんか私たちうまくいくと思うの。那就试一试吧。一回だけ。哟，我女朋友玩这个车，今天晚上王龙不买了。哦，哎，你们等我一下。你要干嘛？すみません、まさかの中国語ですが最後。要走啦。快的，快的。感じてみんな何言ってるか。なんだ？マンデー。ああ、次の日に行けたってことがこれで。え？なになになんかライブ始まった。なんかライブ始まったぞ。ライブ始まった。あ、まあ最後にね、歌落ちはね。これエンディングだな。なんでモザイクかけてんの周り。なんで周りモザイクかけた。おい、ちょっと、陰キャ映してやるよ。なんでモザイクかけたの。謎でしょ。何のモザイクだったの今の。これ、どこの映画館か分かんないようにするためか、これ。無断撮影したのかな、これ、もしかして。なんでモザイクかけたの。モザイクよ、マジで。ああ、いいね。つかみ取った。サオサオ、尊いわ。よかった、よかった。これ、このメンバーの中で誰が作ったのかな、これ、メインプログラマー。やっぱ陰キャが作ったのかな、これ。雰囲気的に。主人公じゃない気がするな、この。あ、で、これで、あ、時間が、なんかすごい、なんか感動演出やってる。え、今のシーンあった？俺、マジでそんなシーンあった？其实、20年前你就已经死了。あ、是你孩子的思念。めっちゃ、把你的灵魂召喚。なんか、魂が戻ってきたみたいなこと言ってる。お、かっこいい。他会知道今天发生的所有的事情。今日何起こったか知るだろう。他不会知道是你做的。果然是我的孩子。一直一直 my child。谢谢。ありがとうゴッド。いろんなものを教えてくれた。彼の望みは叶ったんだ。もうお前は時間がないぞ。
え、これ俺誰に対して話しかけてんの？能见他一次就够了。あー、なんかこれ。我想麻烦你。I would like to ask。帮我把这个转交给他。これを彼に渡してくれ。別世界線の俺か。わかった。走吧。さあ行こう。あー、何度も繰り返してた別の世界線の自分なんだ。ちょっと メタ演出みたいな。え？そして世界へ帰る。なんか壮大、え？壮大。え、何このえ、めっちゃ壮大なんだけど、何これ。魂？これ。魂視点。孫子曰く。ちょ、待って。あの、ごめん。ちゃい。なんか、そう、格言出さないでくんない。あの、ちょ、全然わからん。孤児。外資？と、何もわかりませんでした。飲酒。多分これ終わりっていうことなんだね。エンドみたいな。制作人員名鑑。遊戯制作人。出演。ちょ、早い。あ、でも、なんかこれみんなで作ったっぽいね。なんか、プログラマーっぽいことして。なんかみんなで一緒に作ったんだ。これ、あの、なんか出てもらったとかじゃないんだ。早いからね、これ、マジで。止めさせろ。サークルの作品みたいな感じじゃない？多分。なるほど。いやー、感動エンドでしたね。ちょっと早かったですけど。なんか追加要素みたいなの書いてあるけど、これ見れんのか。あ、こんな要素が、隠し要素あった。あー、よかったね。ハッピーエンドじゃん、こっちも。あ、なんか、ちょっと愛の言葉を交わしてるね。誰も見てないって大丈夫だって。これちょっと YouTube アウトかもね。マジおっぱい大きいよって言ってる。これちょっと YouTube アウトだから、これ載せらんないな。これちょっとエッチすぎるかも。まあみんな幸せってことだな。これはあの、見るダム見た人向けだな。見るダム見た人だけ限定だな、今のは。はい、ということで、無事終わることができました。ワンデイ、こんなの攻略した日本人の YouTuber は多分他に出ないのではないでしょうか、知らないけど。ということで、なんでこんなゲームやったんだろう俺。じゃあお疲れ。達成感やべえわ。じゃあ